思春期の娘とうまく話せません精神科医香葉沢塩のカバチャンネル今日は質問をいただいております大分県在住 WK さん40代男性の方私には17歳の娘がいます私は昔から会社人間で娘が小さい頃からあまり話をする機会がありませんでした娘が思春期になってからますます話をしなくなりました 勉強のこと、こういう関係のこと、進路のこと、父親としていろいろ話をしてみたいと思うのですが、いざ改めて娘と話そうとすると、娘の方がそれとなく話すのを避けてしまいます。思春期の子供と話すにはどうしたらいいですか、ということですね。結論から言いますと、これは普通です。思春期のお子さんはですね、親を嫌います。 なので何か話しかけてもですね無視したりですねスーっと2階に上がってったりっていうのはもう普通だと思うんですねだからこの方はちょっと娘さんとコミュニケーション不足になっているってことを非常に心配されたりそれでちょっとこう自分を責めたりね会社人間だったのでこうなってるんじゃないかとかでそういう部分もあるかもしれませんけどもこれは全く普通ですのでそんなに心配する必要は全くないのではないかというふうに私は思うんですね思春期っていうのはそういうものです。 やっぱり親に過干渉されたりですね細かいことを聞かれたりするっていうのは非常に嫌がりますねなのでこれは普通の状態であるってうことがまず第一点とは言ってももうちょっとコミュニケーションを取りたいですよねもうちょっと話をしたいですよねっていうことですよねその場合ですねまあ、コミュニケーションしたくても取れないので例えば私精神科医の場合でですね病院に親に連れられてきた患者さんで絶対精神科なんかかかりたくないという人がいるんですよ完全に脳のサインを出している人ですねそういう人にどういうふうに言葉をかけるかというと 病院来なくてもいいんですけど、もし本当に辛くなったらですね、いつでも相談にのりますから来ていいんですよ。相談してくださいっていうふうに言います。今は来なくてもいいですけども、いつでも相談にのりますよっていうこう扉をオープンにするっていうんですけど、心の扉をオープンにするっていう姿勢を見せるんですね。だから私毎週水曜日午前中外来やってますので、水曜日午前中来ていただければですね、いつでも相談にのりますよっていう感じで言うんです。そうするとですね、面白いことに絶対精神がなんか行きませんって言ってた方がですね、2、3ヶ月すると来るんですよね。 もっっと状態がひどくなってくなてるんですけどもそういうういいことっていうのがありますですでからこちらからいろいろとアプローチしても脳のサインを出す方っていうのは皆さんの周りにもそのお子さんの場合もあるしそうでない方もあると思うんですけどその場合無理に行けば行くほどで扉を閉じられてしまうんですね拒絶されてしまいまいすだから無理に行かない扉から相手のところに入っていったら逆に嫌われてしまうんですねだから入っていかないで「はい私はただ扉をオープンしてます来たかったら来てください」いつでも相談に乗ります。 いいいう姿勢がいいんですね例えばそのお子さんのことね受験どうなってんだとか勉強の方どうなってんだとかいろいろあると思うんですけどなんかそういう勉強のことでも相談あるんだったらお父さんいつでも相談乗るよっていうことをただ時々言ってあげればそれでいいんですよそうすると見守られてる感っていうそういう部分をお子さんは感じ取りますのでああお父さん私のこと心配してくれてるんだなっていうふうに思ってくれるそれが愛情表現になるんですね。見守られてるる感じを受け取ると思います たくさん言葉を喋らないとコミュニケーションが深まらないっていうふうに思うかもしれませんけど、そういうことではなくて見守ってますよっていうことを言葉で表現してあげれば、それで関係性っていうのは深まるんですよね。ということをちょっとやってみたらどうかなと思います。それでも直接言葉を交わしたいってことがあると思います。そういう時はですね、やっぱ外食っていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。家族で外に食べに行くっていうことです。 そうすると2時間間ぐらいいいの間机を囲まななけければいけない家で食べてたらですね例えばそういう受験の方どうなってるんだって言ったら気まずくなるので2階に行っちゃって逃げちゃいますね必ず家で話しててもでも外食の場面だと逃げようがないので、まあ、話すことができるということがありますからちょっと込み入った話とかどうしてもこういう話はしとかなきゃいけないみたいなのがあったらそういう外の場所を使ってですね言うっていうのは一つのテクニックとしてあるかなと思います。 とというようよなことがありますすので、で、まあ、無理にですね、あんまりこう脳のサインを出している人に無理にこっちからガンガン行くっていうのは私はあんまりどうかなというふうに思いますので扉だけ開けてオープンにしとくだけでですね今よりもコミュニケーションっていうのは深まるんじゃないかなと思います。